音楽アートミュージアム、感動の宝石箱。はい、皆さんこんにちは、クラークです。本日はですね、このワームのコーナー、新しい、コーナーの中に、はい、4回シリーズで、ご登場いただきます菅太子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。どうも。はい、4回シリーズということでお願いするんですが、はい、菅さん、なんかそのテーマがあるということでお聞かせいただけますか。はい、私考えたんですけど、はい、お店をさせていただいてるので、はい、サロンタエママの気ままなティータイム、どうですか。いいですね。まあ、気ままにはい、ティータイムのような感じで聞いていただきたいということですね。はい、で今日はともけさん、はいはい、ご相手お願いします。はい、僕はこのサロンタエ、はい、何度か行ったことがありまして、行かれた、ありがとうございます。2度ほど行きました。はい、ここ素敵な絵がありますけどね。はいはい、やっぱサロンタエはまずどこにあるかというとですね、はい、江戸川区ですね。ここから近いですね。そうですね、近いですよ。はい、船堀、はい、駅から歩いて 1、2分、ね、1分、1分、うん、はい、もう1分と断言できるほどいいんですけども、はい、でそこで、7階にサロンがありまして、はい、やっぱ特徴はですね、はい、なんつってもママの気ままな生活。そうですか。それと実は ママはね、はい、歌がうまくてですね、はい、いえいえ、あれですね、江戸川の、うん、合唱の、あ、そう、コーラスのね、はい、先生させてもらってるの私。いろんなね、ジャンル、ソプラノとか歌われる、この間もね、出演されたと聞いてみていただけたんですが、今日はですね、とっておきの曲を今生で歌っていただいていいですか。ちょっとその、ちょっと早すぎてますね。その前に絵は言われるの。そうですね、絵はしなきゃいけないですね。で、もう一つ特徴としてね、はい、やっぱ画廊の方が、はい、お客様でいらっしゃってて、はい、でいい絵がなんか飾ってあるんだよね。これも素晴らしいですね。今日もお気に入りの一つで、ありがとうございます。版画ですか。木版画っていう世界ですよね。はい、日は昇るって書いてある。これ太陽ですね。そうなんです、素敵でしょう。綺麗ですね。なんか朱色の、うん、あれ生きてますね。赤でもいろんな色ありますね。紅とか朱とか、はい、はい、このサロンに行くとね、うん、そういう独特 の、その絵画が、飾ってます。これは草加健二さん先生の、はい、はい、そうです、木版画ですね。はい、じゃあすごいいいゴージャスな雰囲気な。そうですね、そうです、ゴージャスで親しみやすい。はい、そうですね。じゃあそれでは一曲、はい、そうですね、はい、します。はい、曲目は再会って曲なんですけど、はい、金子ゆかりさんのテープをお客様が持ってきてくださって、これを勉強しなさいって言って、頑張ってみて、はい、お聞きどうでしょうか。お聞きください。はい、はい、お願いいたします。あなたは元気そうね。私は変わったでしょ。あれから旅をしたわ。いろんな国を見てきたの。少しは大人になったわ。ああ、私っておしゃべりね。引き止めてごめんなさい。あんまり懐かしくて声をかけたのよ。あの方奥さんでしょ。とても素敵な人ね。ああ、私に少し似ているわ。私をどう思うかしら。今の私たちは他人同士なのね。
あなたの目にはもう何も何にも残っていないわ。私っておしゃべりね、引き止めてごめんなさい。あんまり懐かしくてお話ししたかったの。今でもあなたを愛しているのよ。素晴らしい。ありがとうございます。トモロさんどうですか。耳元でね、これ愛してるって言われたことがないのでじゃあ今度言ってあげる。言ってくれる。それ別料金ですね。そうそう、うん、特別料金でもこれ、そこのお店に行った時に、はい、例えばママなんか一緒にこうやって歌ってよって言ったら、ちゃんと気軽に歌ってくれるの。もちろん、はい。そうですか。そうです。うはい、楽しみですね。あれだよね、クラークさん、はい、実は歌うまくてですね。あ、そうなんですか。なんかあの音痴な人をこうやってちゃんとね、持ち歌3曲歌えるくらいまで、ね、できるっていう。そうなんです。うん、素晴らしいじゃないですか。特技があるんですね。いや、すごい。一回あのね、サロンタイで使います。はい、わかりました。よろしく。ごストーリーを私に、ね、払わさせていただきます。とんでもないです。よろしくお願いします。はい。で、まああの今後ですね、うん、4回にわたって、はい、まあ、サロン単位にね、どんな人が集まってくるのか、うん、またどういう、ね、楽しいことがあるのか、はい、まあ、そこら辺をママの口からね、いろいろお話しいただければと思います。はい。私のお店って、あの私の知り合いの方しか入れないんです、中に。なるほど。うん、ですから、あのお客様で突然大酔っ払いの方がお見えになっても、はい、ごめんなさいって お断りしちゃうぐらいの会員制なので、うん、ですから、皆様もお歌の好きな方で、絵の好きな方で、やっぱり芸術に興味のある方がいいかなって。選んで、本当は選んじゃいけないですよね。お客様ですからね。でも皆さん仲良く、はい、歌えたらいいなと思います。そうですね、はい、昨日もあの酔っ払ったお客さんが入ってきた時に、はい、あのうまくお引き取りいただきました。そうなんです。どうも。今度お伺いさせていただきますので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、また来月よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。菅田明子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。